こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、久々に今日はまかないでできるシリーズやります。イエイ、イエイ、イエイ。はい、人と被らない一つ結びアレンジやります、うんうん、はい、頭の形も綺麗に見えるのでとてもおすすめのアレンジです。皆さんよかったら参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。ベイビーオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にベイビーオイルをなじませます。顔周りの髪の毛はお好みで下ろして、サイドの髪の毛は耳後ろのあたりで分け取ります。両サイドの髪の毛を巡りながら後ろに持ってきて、髪の毛を固結びします。ゴムで結びます。真ん中の結んだところを軽くほぐします。残りの髪の毛を一つにまとめてゴムで結びます。ゴムを少し下にずらしてぐるりんとします。空洞ができている部分をなくすように髪の毛をぎゅっと縛り、サイドを少しほぐします。スリーコインズのヘアクリップを使います。ゴムの部分にヘアアクセをつけて完成です。今日のポイントは髪の毛を結ぶときにギュッとしすぎないことで、優しく結んであげることで綺麗なバランスに見えてくれます。で、絶壁の方とかもそこがこうふんわりするので、ボリュームが出るのでかなり綺麗に見えると思います。よかったらやってみてください。それでは皆さん良いお年を。Thank you.